学校あるある。会社だよ。始まるよ。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。パパコを探してね。皆さんごきげんよう。中世あるある。今日は中学生あるあるをやりたいと思います。それではまずは姫ちゃんからどうぞ。どうぞ。ネタあるの？コウくん書いてくれたノートにネタ帳です。どうしよう、今日初めてのテストの日だ。緊張するな。コウくん、なに？今日さ、初めてのテストじゃん。うん。勉強してきた？勉強しない。俺勉強しないんだよね。マジで、私もめっちゃ勉強しない。勉強しないんだよね。よかった、勉強しない人いるとめっちゃ安心するわ。勉強しないで。パパは勉強してきた今日？あ、俺、うん、俺めっちゃしたよ。完璧。めっちゃめちゃしたからね。すごい。今回テスト自信あるよ。初めてのテスト100点。本当？俺100点取るから。私たち全然勉強しないんだよね。バッチリよ。あ、じゃあ創始国家のカタカナで言うと何でしょう？都市国家のことを。ギリシャ。ポリスです。イエーイ。飲めんやないかい。あるある。中学校最初のテストで緊張して不安になって友達に勉強しているか聞いてみたら、全く勉強しない、僕全然してないよという人が絶対にいる。そして余裕めっちゃ勉強したよっていう人もいる。いる。そういうやつに限って点数悪い。続いてはオウくん、どうぞ。1年生です。2年生です。3年生です。学年ごとに上巻きの色が違う。違う。私は赤。オウくんは青。私は黄色。こうやって友達同士で戯れていると、いきなり片足誰が一番長く上げられるかチャレンジが始まる。スタート。でも巻きいいでしょ。安定してきた。ういい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 よしよしよし。ういいある。学年ごとの上巻きの色が全然違う。1年生カメラの前に立ってください。3年生、はい、カメラの前に立ってください。はい。身長が全然違う。うわ、成長期だからね。特に男の子は中学生で一気に伸びるよ。私の身長はもう二度と伸びることはないでしょう。 あんまり変わらない。大学生だから伸びるわけないよね。誰かください。集中。女子研究。あるある。1年生2年生3年生全然大学が違うよ。違うよ。キーコンカンコンカンコン。授業終わり。ああ、私こんな後部活あるんだった。もうすぐ帰りたいのに。でも部活楽しいからいっか。じゃあ部活の教室移動しようっと。あ、二人もさ、ん？なんか部活入ってる？入ってるよ。あ、そうなの？入ってるね。何入ってる？俺サイエンス部。え、いいね。かっこよ。サイエンス部。どこ？俺、帰宅部。あ、ということで、そうなんだ。帰るぜ。じゃあな、また明日。さ、帰ってゲームでもやろうと。いいなぁ、私は早く帰りたいよ。ちなみに私は中学高校ともに帰宅部でした。帰宅部なんか入ってないんかーい。
部活によって時間が全然違う。違うよ。違うよ。その学校で強い部活は特に練習量も多いから必然的に時間も長くなっちゃうよ。やー、じゃあ俺帰宅部なんで帰るよ。いいなぁ、私も帰宅部が良かった。帰宅部だったけど、イエーイ。ねえねえパパ先輩。はい、何？算数と数学の違いって何？内容が難しくなる。いや、分かってないんかい。中学に入ると算数から数学に変わる。ね、みんなは算数と数学の違い分かるかな？分かるかな？難易度が上がるよ。あ、今度定期テストがあるな。テストの教科が国語、理科、数学、社会、英語、そして音楽、体育、美術、技術、休校科もある。ちょっと噛んじゃったけど、どうしよう。中学生に上がるとテストの教科がめちゃくちゃ多くなる。増えちゃうか。最終的にはね、35教科になるから、みんな気をつけるよ。なんで35？さあ、これ帰宅部なんで帰ります。ねえ、なぜ数学？数 B、 数1、数2。中学生になって初めの頃、金庫かんこ、金庫かんこ。はぁ、田中先生の数学の授業終わった。次は国語か。国語は誰先生だ？鈴木先生か。あ、もう一人一人先生が違うから覚えるの難しいな。大変だ。その次音楽は誰だっけ？岡田。違う、それ体育の先生。待って、ごっちゃになってきた。誰？もう覚えられないんだけど。ある。教科担任制になるから先生の名前が覚えられない。ちなみに私は先生の顔も名前も覚えるのめちゃくちゃ時間かかりました。はい、3年生でやっと完璧になりました。はい。そう、マジ。あ、もうちょっとでチャイムが鳴る。勢いよく準備して、鉛筆。あった鉛筆。もう授業始まるね。うん、準備しなきゃね。うん、何それ。僕まだ鉛筆使ってんの。まだ使ってんの。私ボールペン使ってんの。中学生になったらボールペン、うん、シャーペンでしょ。シャーペンじゃん。これボールペンだよ。ボールペンもシャーペンも使っていいんだよ。鉛筆使ってるのってまだ小学生みたいじゃん。使いやすいよ。現状だね。いじめよ、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 いじめ。中学生になったらシャーペンを使い始める子が増える。ぶっちゃけどっちの方が使いやすい？鉛筆。マジ言ってる。シャーペンつまる。あの鉛筆の方があのフィット感が違う。私シャーペンです。でもデッサンの時はさすがに鉛筆だけどね。削るのはめんどくさいけど、うん、実際こっちの方が書きやすいと思う。私シャーペンの方が細かいところが書きやすいから使い終わっていいかなと思って、私はシャーペンの方が好きです。俺らもとうとう中学生か。おうくん、なんか好きな子できたんでしょ？え、いないよ。いるだろ。いないって。隣のクラスのあの子好きなんじゃないの？違うよ。いいよ。俺にだけ教えてよ。絶対言わないで。言わないよ、絶対言わないよ。言わないで。あー、やっぱりほら、そうじゃん。うん、言わないで。大丈夫だ。言わないでよ、絶対。ひよちゃん、これ、誰にも言っちゃいけないよ。何？誰にも言わないでよ。俺さ、さっき王くんからさ、聞いたんだよ。何？王くん、隣のクラスの英子ちゃんのこと好きなんだって。マジで？言わないでよ。秘密だよ、秘密だよ。そもそも友達なんだけど。秘密だよ。じゃあね、秘密だよ、言っちゃダメだよ。私は友達だから言ってあげた方がいいのかな。あー、今日も暑いな。帰るか。ねえねえ、ビオくん。どうした？ねえ、私さ、すごいこと聞いちゃったんだ。うん。パパオくんが言ってたんだけどさ、うん、オウくんいるじゃん。うん。オウ
くん隣のクラスの英子ちゃんのこと好きらしい。え、マジで？マジで？絶対言えないよ。言わない言わない言わない。内緒だからね。大丈夫。誰にも言わないよ。任せろ。俺口堅いから。本当？うん。そうか、ウォーくん隣のクラスの英子ちゃんのこと好きなのか。お、たかし。ちょっと。誰にも言えないよ。絶対言えないよ。あのさ、ウォーくんさ、隣のクラスのさ、英子ちゃん。誰にも言うなよって言ったことが次の日には学校中に広まってる。あるある。いるよね、うん、絶対に言わないでよ。すごい速さで広がってくるよね。合唱コンクールでの出来事。うわー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 。マジでめんどくさ。わかるわかる。ちょっと男子、うん、ちゃんとやりなさいよ。あ、ちゃんと歌えよ。ちゃんと歌いなさいよ。何してんの。ちゃんと歌えよ。さあ早く歌って。わー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 。ちょっと男子、え、何、声が小さ。どうしよう俺。もっと大きな声でお腹から力を出して。何見にしてくれるの。何ごとサボってんのよ。歌えるよ、歌えよ。ふざけるなよ。ちゃんと歌えなさいよ。真剣にやりなさいよ。わかった、わかった、わかった、わかった。ちゃんとやるよ。ちょっと、待って、声が小さい。歌ってるよ、俺。もう一回歌ってみて。めっちゃ聞こえないよ。合唱コンクールの時、ふざけてる子がいる。そして声が小さい子もいる。キス。歌ってる子もいるから、ね。いる、マジでいる。ワンちゃん口パクで歌ってる人もいる。以上、中学校あるあるでした。はい。わ、愛されしてる。うまー。今のくせに巻いたけど。もういいよ、もういいよ。他にもね、中学校あるあるいっぱいあるんだけどね。よかったら皆さん中学校あるあるコメント欄で教えてください。しばらい。みんなの学校ではどういうことがあるあるかな。あるかな。ねえ、じゃねー、バイバーイ。オー君、彼女ができました。え、マジできない。俺は俺はあげてるよ。俺知ってるよ。あ、マガチ電柱の影から見てたよ。嘘かよ。怖いぞ。まあ、帰宅部なんで帰ります。こんな殺されそうなんで帰りません。今回のバカ子はここにいたわよ。みんな、わかったかしら。チャンネル登録もよろしくね。